インドネシア独立戦争で使用された竹槍。竹槍とは竹を加工して製造された槍状の簡易武器である。スラバヤの戦いを記念する竹槍記念碑。竹槍は竹を柄にして先端に槍の穂先を結びつけたものと竹を削って先を尖らせたものの2種類がある。竹のみで作られた竹槍は竹を適当な長さに切った上で先端部を斜めに切断した。 あるいはその演習の一部だけを尖らせたもので、さらに火で炙るなどして、効果処理を施した、簡易の武器であるが、竹が、熱帯から亜熱帯、温帯、亜寒帯にかき広い範囲に自生しているため、この竹自生地域ではほとんどただ同然で入手できる武器である。ただしその威力は一度使用すれば貫通力が鈍る、使い捨て程度で、こちらも、簡易と呼ぶにふさわしいものとなっている。 使用される竹は、該当地域に自生するものに限られるため、その太さはまちまちである。しかし竹が垂直方向に繊維が揃っていて丈夫で、かつ中空であるため軽量。加えて、使い捨てとはいえ白兵線。CQC においては十分な殺傷能力を持っていた。ことから、広い範囲で様々な形で利用されていたと、考えられる。なお、武器の性質としては、サオジョ状武器となるが、 その多くでは入手しやすいことから集団で利用するためにも便利が良く、これによって対象を相手の武器や牙、爪の間合いの外から取り囲んで、ついたり叩いたりして対象を攻撃するのに向いていた。太平洋戦争中の大日本帝国陸軍では正式兵器として竹槍を採用していた。また、ベトナム戦争における南ベトナム解放民族戦線など、 近代のゲリラ戦でも活用された、インドネシア独立戦争でも使用され、そのため独立を達成するまでの勇気と犠牲を象徴するものとされ、戦争記念碑などのモチーフとされている。その起源は古く、竹林が自生する地域では、鉄器文明以前から使用されていたとも言われているが、記録がない有史以前でもあり、材質的にも遺物として残りにくいため、詳細は不明である。日本では、 戦国時代にはすでに使用されていた記録があるが、当時は純粋な竹製のものだけでなく、柄が竹製であればいずれも竹槍と呼称していたので注意が必要である。明智光秀も落ち蒸し上がりをしていた土地の農民らの竹槍にかかり果てたとされる一方で、錆びた槍との移設もあるのもこのためである。江戸時代の百姓一揆による豪素は支配層の武力転覆を狙ったものではなく、 相乗を起こすことによって、責任問題を恐れる藩や代官に要求を飲ませようとする性格の行動であったため、農民としての身分を表す農具が使用された。狩猟用具であった鉄砲や竹槍を持ち出すことはあった。ものの、攻撃のために使用することはほとんどなかった。青木工事が江戸時代に発生した1期3710件を調査した中で、 竹槍で役人を殺害した事例は一例しか存在しない。近代以後も民衆の暴動に際しては竹槍が活躍した。明治初年、農民は新政府の政策に反対する新政反対一揆の中で竹槍を頻繁に使用するようになった。地租改正反対一揆を封じた竹槍でドンと突き出す二分五輪という戦略は著名である。 明治6年の筑前竹槍一揆で使用された竹槍は現在も福岡市博物館に現存している。これらの一揆は明治10年代には沈静化し自由民権運動が活発化すると民権運動家から百姓一揆は古い方の運動であると否定的に見られるようになり竹槍はその象徴として竹槍むしろ旗という言葉で表現されるようになった。 明治31年2月5日には衆議院議員選挙において選挙人が刀剣や銃器、棍棒、竹槍を携帯することを禁じた決議が数密院で行われている。その後も1918年米騒動や大作葬儀、労働葬儀、外地における反日放棄などで竹槍が用いられた。例えば百三十一年から百三十二年にかけて起こった 阿久津村の尾崎葬儀においては、猟銃や竹槍などで武装した老農大衆党員が地主と結託して農民を弾圧した愛国主義政党第二本政三党の演説会事務所を襲撃する事件が1932年春にあり、死者4名、重傷者10名を出し、最終的に死者は5名となり、109人が殺人罪で、起訴35人が実刑判決を受けている。 東京市は東京市民の飲用水のために大宮、浦和町にある見沼を貯水池として中禅寺湖の3倍の規模にまで拡大する計画を1934年に発表したがこれに対する反対運動が激化した際東京日日新聞は竹谷理石機化しはせぬかと気遣われていると評しているこの計画は最終的に1939年に撤回されている 15年戦争中の大日本帝国陸軍においては、竹槍が兵器として使用された。まず、日中戦争の勃発当初においては、市長、兵団などの広報部隊における補助兵器として、竹槍が配分された。その後、太平洋戦争中の1942年には、大日本帝国陸軍の正式兵器として、正式に竹槍が採用され、前線の兵士に、 竹槍が配備された。15の国民においても、さらに1945年には、竹槍は、本土決戦に備えた、決戦兵器と位置づけられ、国民義勇隊の使用装備の一つとされた。また、軍では、正式兵器としてだけではなく、自活兵器としても採用され、使用する兵器にかく陸海軍部隊が自作して、小銃の代わりに装備した例が、大見される。 明治以前に一機などで使用されていたものは、長さが通常の槍と同じく3メートルから4メートルと長かったが、大日本帝国陸軍の正式兵器として規格化された竹槍は、子供用が150センチほど、大人用が170カ直径は3から5センチである。実態としては、槍というよりも、銃剣の代用品であり、行われた訓練は、銃剣術と同じだった。 戦後では、昭和時代中期に震災よく過激派が、鉄パイプや火炎瓶などと共に使用した例があり、例えば1971年の東方十字路事件などで、竹槍が使用された。中国、台湾でも昔から使用されていたようだ。明の時代には、日本刀で武装した和光に穂先を切り落とされないように、枝葉のついた青竹を、竹槍の柄にする、狼戦という武器が考案されている。 近代に至っても日本統治下となって日本軍による竹槍教練が始まる以前より使用されていたようだ。台湾において使用された例として1930年に台湾原住民であるセデック族の民衆が日本人に対して放棄した武者事件において使用されたとの記録がある。インドネシアでは竹槍はバンブランシングと呼ばれる。日本軍が1942年に ラニーを占領した後、日本軍によって、畜操術の教練が行われていたが、竹槍がインドネシア人によって、現実の兵器として使用されるのは、インドネシア独立戦争においてである。連合国軍の一員として、インドネシアに侵入したイギリス軍と、インドネシア独立を支持するインドネシア民兵との間で、スラバヤ市において1945年11月10日より行われた、 スラバヤの戦いは、竹槍などで武装したインドネシア民兵側に多大な犠牲を出しながらもインドネシア独立戦争の端緒となった。そのため、スラバヤ市には、連合軍に竹槍で立ち向かった英雄たちを記念する竹槍記念碑が建てられている。同じく、インドネシア独立戦争の激戦地となった、ジョグジャカルタ市のヨグヤケンバリ記念館にも、 独立戦争で使われた竹槍が展示されている。竹槍戦線の指導者である、K.H. サブチの異名を持つは、日本占領期より竹槍を、インドネシアのナショナリズムの象徴としていた人物として知られ、サブチの故郷である、テマン軍兼パラカンには、タマンバンブランシングが建設されている。インドネシアにおける竹槍は、露格した武器の量が十分でないために、 竹槍で戦わざるを得なかった独立戦争の初期の、苦難や竹槍をもって放棄した姿勢の民衆の勇気を象徴するものとされ、竹槍を記念したモニュメントが各地にある。ベトナム戦争でも南ベトナム解放民族戦線が、ゲディラ専用の無音武器や、ブービートラップとして、竹槍を使用していたと言われており、現代でも未開地の紛争では使用される事例がある。 ベトナム戦争当時に使われたものとしては、これらは、敵の予想深度に落とし穴を掘ってその底に突き立てて、排泄物を切っ先に塗りたくるというものや、ワイヤーに引っかかると飛び出して、串刺しにするといったもので、それらにかかった兵士は見るも無残な姿となったため、アメリカ軍兵士にとって、士気を下げるほどのストレスを与えたともされる。ポルポト派も、これらの穴を地雷に次いで多用したが、 竹槍ではなく木を尖らせたものを使用した。アメリカ陸軍のサバイバルマニュアルの12から18校は、即席の槍を作る方法を説明しており、合わせて、竹槍の作り方も図解されている。竹を削って、先を尖らせたタイプの竹槍と、竹を槍の柄として使って、穂先として、ナイフなどの刃物を結びつけるタイプの竹槍がある。大日本帝国陸軍の正式兵器としての竹槍に、 ついては後日、戦国時代から近代にかけて、農民の一揆や幕トの出入りなどで使われたと考えられている竹槍、米陸軍兵士が手持ちの道具がほとんど何もなくなっても、どんな場所からでも生還できるように、米陸軍のサバイバルマニュアルが作り方を指導している。即席の竹槍、穂先に葉をくくりつけるタイプの即席の槍は、木で作ることもできるが、葉をくくりつけない。 タイプの即席の槍を作るには、竹が最適とのこと。ちなみに、竹の穂先にナイフの刃をくくりつけるタイプの竹槍を作る場合は、刃を単にくくりつけるよりも、竹の先を半分に割って、そこに刃を差し込んでく,くくりつけた方が良いとのこと。第52軍による訓練の様子、義勇兵役法によって招集された15の国民で構成される国民義勇隊のメイン武器は、 竹槍だった米軍の第5艦隊及び関西行き、上陸した第77不評師団など20人が竹槍で立ち向かった家等5000人が死亡第二次世界大戦中の大日本帝国陸軍においては竹槍が正式兵器、すなわち正規の兵器として採用され、実戦で使用された。まず、1931年に勃発した満州事変の頃より、 教育総監部本部長や陸軍大臣などを歴任した大日本帝国陸軍トップの荒木貞夫が竹やりを乏しい軍備の象徴として盛んに語るようになった。日本国民全員が日本精神を持ちさえすれば、あとは軍備が乏しくても十分国防が行えるとする論で、その趣旨については荒木貞夫陸軍大臣の非常時の認識と青年の覚悟に詳しい荒木曰く 軍事費が非常に余計にかかっていかぬというならば、猛要塞を全部平らにして、兵器を全部しまい込んで、この9000万国民が一致して、人と人とのは、皇室と日本道とをいただいてやったらばよい。そうすれば、国防のために竹槍三300万本を揃えておきさえすれば、それでもうたくさんだとのこと。荒木陸省は百三十三年に来日した、バーナード将にも面会し、 各国の軍拡競争をストップするために、各国で竹槍戦術を採用するべきだと訴えたことを、東京朝日新聞などが報じている。竹槍はやがて、日本精神の象徴としても用いられるようになった。荒木貞夫陸軍大将は1936年の講演において、300万人の国民が竹槍を持って、よく防ぎよく守る決心あらば、 大将を自ら指揮してちぎって国家を守護すると語っており、その解説によると300万人とは国防の第一線に立つ陸海軍人であり、竹槍とは精神であるとのこと。このように少なくとも15年戦争の初期の時点においては、竹槍はあくまで例えであり、本当に竹槍を兵器として使うという意味ではなかったと帝国軍人には解釈されていた。 しかし、荒木の、いわゆる、竹槍三百万論は、当時のマスコミに幾度も報道されており、神戸又新日報が、爆弾三勇士になぞらえて、竹槍三勇士と評するほどのその戦場的な、精神論が、当時の青年団員や、在京軍人の愛国心に訴えかけて、何ほどかの効果を持ったことと思われると、当時の神戸、た新日報も報じており、また荒木は、 行動派のシンボルとしても、当時の青年将校らに、絶大な思想的影響力があったことは事実である。1937年に勃発した日中戦争の頃より、本当に竹槍が実戦で用いられるようになった。ただし、当初はあくまで重権の代用品としての位置づけで、市長、兵団などの広報部隊において、補助兵器として竹槍が配分された事例が見られる。 銃剣の代用品としての竹槍に関しては、銃剣術指導筆記に詳しい。1942年より、竹槍は、正式兵器と位置づけられて規格化され、陸軍兵士に配備された。また竹槍の扱い方も、陸軍の教育を司る教育総幹部によって、武術の一つである、畜操術として完成され、1942年より、 全国民に竹槍訓練が行われるに至った。武術としての竹槍術の真髄及び訓練方法に関しては竹槍術訓練の参考に詳しい。本書では竹槍の代用品として木箱を使う方法も紹介されている。さらに1945年には国民義勇隊が組織され、竹槍は本土決戦のための主要武器の一つと位置づけられた。白兵戦において 竹槍を用いて、アメリカ人を殺すためのテクニックについては、国民公選筆形に詳しい。具体的には、背の甲、イアンキー友の腹を、トッケ、ザンルナ、ハラフナとのこと。竹槍は、正式兵器としてだけでなく、自活兵器としても活用された。日本軍においては、武器弾薬が尽きた後も、生きて、旅衆の恥ずかしめを受けずの教えから降伏せず、敵に対して、 最後の突撃を行う監修があり、その際に持参する武器として、現地に生えている竹を用いて、竹槍が製作された。敵側の記録や日本兵の陣中日誌などに、多数の例が記載されている。竹槍実は実戦向けに、マニュアルも整備されており、心身の東野にも、本土決戦における、白兵戦闘兵器としても有効だと1944年、当時の陸軍は考えていたが、 一方で、当時の海軍は、戦争は太平洋で決まる。敵が日本沿岸に侵攻してきた時点ではもうお手遅れ。敵は飛行機で攻めてくるが、竹槍では飛行機と戦い得ないと考えており、海軍の意向を汲む形で毎日新聞のニーナ、竹尾記者が毎日新聞に、竹槍では間に合わせは、ぬ飛行機だ、海洋航空機だとの記事を載せたところ、 東条秀樹陸将兼首相が激怒。毎日新聞は発禁となり、ニーナは召集された。1945年の沖縄戦においては、兵士だけでなく、本来は、非戦闘員であるはずの住人の女性まで、竹槍や爆弾を持って米軍に突撃を行い、死亡した。 沖縄戦における特に悲惨な例の一つとして知られる江島の例を挙げると1945年3月25日から4月16日早朝にかけて第5艦隊による艦砲射撃及び関西の海洋航空機によるナパーム弾の投下が行われやはり竹槍では戦い得えずに島の飛行場及びほとんどの建造物は破壊された4月16日についに アメリカ軍第77不評次第が上陸し、家島守備隊との戦闘が行われたが、白兵戦においても竹槍は、あまり有効であったとは言えない。米兵の腹をつくために竹槍を持って、最後の突撃を行っても、ほとんどが、米兵に近づく前に射殺されるという欠点があった。また、夜に竹槍などを持って、少数で米兵に突撃する、切り込みと呼ばれる奇襲も行われたが、 日本軍の奇襲は、米軍も察知しており、照明弾で照らされて、一斉射撃にさらされるため、生きて帰るのも難しかった。わずか5日後の4月21日に、家島前島が占領され、守備隊と住人を含めて、約5000人が死亡した。家島守備隊においては、核兵士に配備された竹槍と手榴弾以外にも、大体に、機関銃。 中隊に小銃が数丁配備されており、あるいは爆薬を直接持って自爆攻撃を行うなど、竹槍以外にも攻撃手段がないわけではなかったが、第500特設警備工兵隊においては、主な任務が飛行場の整備であり、まともな武器が配備されておらず、メインの対抗手段が、本当に竹槍を持っての切り込みしかなかった。切り込みで敵兵の元までたどり着き、 竹槍をつこうとしたものの、敵に竹槍をつかまれて結局つけなかったという。ある第500に特設警備工兵隊隊員による逸話が、定本沖縄戦に記載されている。洋島戦の後期、内地から送られてきた補給品を見たら、雷管と竹槍だけであったという。対戦末期には極度の物資の急防のため、竹の先に青竹であんなカゴをつけて、爆雷の発射装置とした。 当社式噴心爆雷、竹槍の先に火薬を詰めて、爆雷とした、爆槍、爆槍の末尾に推進火薬を詰めて、ロケット弾にした、対空噴心爆槍など、竹槍を実際に、対空兵器や対戦車兵器としたものが、考案されている。地区創実訓練の参考など、大日本帝国陸軍兵器としての竹槍に関する軍事資料は、 終戦直後の証拠隠滅による破却を逃れたものが、一部は他の軍事機密と共に連合軍に接収され、現在はアメリカ議会図書館に造されているほか、日本国内にある資料の一部は、国立国会図書館や国立公文書館アジア歴史資料センターによってインターネット公開されている。以下は、畜操術訓練の参考に準拠した竹の節をまたぐように切っ先を設けると、 狂人とのこと、竹槍の代用品としての木箱の規格は、葉の先を丸く削っても、かとする以外は、竹槍と同じ。畜創術は、大日本帝国陸軍が1940年代に完成させ、1943年より、大日本帝国の国民に教育された武術。竹創術の、神髄を大徳師必勝の信念を要請するのための、教本である。 畜創術訓練の参考も教育総監部によって制作された。なお、国立公文書館アジア歴史資料センターがネット公開している畜創術訓練の参考は帝国在京軍人会台北支部が副社、反布したものが戦後に防衛省防衛研究所に収蔵されたもので畜創術は台湾や朝鮮など当時は日本だった諸地域でも教育されていた。 竹操術訓練の参考は、冒頭に、白兵戦橋術簡単にして精錬なるもの、かつくかつを制すとの言があり、竹槍は、明確に白兵戦のための兵器と位置づけられているが、同時に、重大用としてのメニや、心身の訓練等やなど、竹操術の教練を通じた教育的要素も重視、されている。竹操術においては、一つが、最も重要視され、木、槍。 体が一致していないと正しい視突が行えないとされる。また、一と必殺という精神的要素も重視されている。なお、古武道における畜操術には、操術に薙刀術の要素も取り入れられ、敵を視突するだけでなく、敵を抑えたり投げ払ったりといった実践的要素が高められたものもあるが、教育総関部式の畜操術は、そのような武道の達人ではなく、老人。 女性、小学生などの15の国民に対して、在京軍人などが、本土決戦が迫る中で短時間で、白兵戦の教練を行うためのものであるため、一と必殺だけである。インドネシアに進出した日本軍が、現地の人々に竹草術を教えるために制作された、日本映画社ジャカルタ製作所による、教育映画、竹槍術ペマカイアントメバッチバンボイが存在する。 竹槍の先を火で炙って固くしたり、屈強な日本兵が突撃にいい、進め、の合図と共に大きな声を出しながら撃取った愛を次々と竹槍で刺していく様子など、畜操術訓練の参考に書いてある通りのことだが、竹操術の実際が映像で記録されている。ちなみに、ペマカイアントメバッチバンボエとは、マレー語で、畜操術の意味。詳細は、一つばくらいを、 参照第二次世界大戦末期の日本では、対人用爆竹槍という兵器が実在した。簡単に言うと、竹槍の先に爆薬を詰めたものである。陸軍技術研究所によって考案され、配備された自活兵器の一つ、2メートルほど長さの竹筒の先端に爆薬と簡易信管を装着し、これで敵を突くと先端が爆発して、敵を殺傷するという自爆兵器である。 本来の一つ爆雷は、棒の先に爆雷をつけたものであるが、物資の急棒のため爆雷を用意できず、竹筒の先に直接爆薬と新刊を詰めた。爆薬は、ダイナマイト、安全装置は、厚紙などのあり合わせのものを使い、新刊も、釘や針金などで自作した激震を雷管につけた、だけの簡単な構造であった。運用法は、竹操術に順ずる。 また実戦で使用されたかは不明であるが、爆槍を巨大な弓矢で飛ばす兵器や、爆槍の末尾に推進火薬を詰めて、ロケット弾にした、対空噴進爆槍という対空兵器まで、考案されていた、ナチスドイツ製の携帯用対空ロケット砲、フリーガーファウストに近い運用法であったとみられる。なお、このように物資が急防する中で正規の兵器に対抗するために、 あり合わせのものやガラクタで作った兵器全般を自活兵器といい、対戦末期の日本軍では陸軍技術研究所をはじめ各部隊単位でもいくつも試行錯誤していた。陸軍技術研究所は竹で作った爆槍の他にも簡易投擲機器である土球和紙とこんにゃくのりで作った大陸艦兵器である風船爆弾など数々の兵器を開発している。なお、前述の通り、 竹あ自体は、実活兵器ではなく、陸軍で正式に採用された、正式兵器である。その他、ありがとうございます。